あとさ、そうだ、なんか、ホロメンの話だとさ、坂本がさ、新衣装出してたじゃん。新衣装。めっちゃさ、良かったね。でさ、もうさ、ほんとさ、またさ、グッズがさ、ね、見た？え、もう、可愛くて、ちょっと買ったぬいぐるみとアクスタ。フルセットは、だってフルセットこれさ、買ったらさ、あれでしょ？直筆サインだよね。なんか悪いなって思ってさ、あんまりその直筆サイン系はね、あんま買わないっすね、神田さん。ちなみに、アクタンの卒業に関してのグッズとかは、アクタン、まだ売ってるの？あれもう、売り終わった？これね、これは、ちょっとさすがにもう最後だからと思って、アクタンマスカットっていうさ、あのさ、なんかパソコンとかの縁に引っ掛けられるやつが、あって、それね、ちょっとみんなマジで引かないでくださいね。あのね、それね、もう最後だと思って、保存用、布教用、使用用って思って、あの、6つ買ったの。6つ買って、で、あとさ、アクタンのさ、パーカー？パーカーだよね。パーカーとかもさ、復刻のさ、販売のやつがあってさ、で、その復刻のやつは復刻デザインみたいなのが、復刻版が入ってて、で、これ復刻じゃない方も持ってるんですけど、僕、着てないの。着れなくてもったいなくて。だからさ、でもなんか使用用欲しいなと思って、購入して、ちょっとさ、あのさ、これさ、あのさ、レジスタンスじゃないよ。ただね、事実を言うだけなんですけど、8万かかった最後のアクターグッズ買ったら、8万円超えてて僕、止まったの一回さ、会計みたいなの前で、8万円と思って待って、ちょっと、高く、買いすぎたと思ってさ、いくらなんでも買いすぎかって思ったんだけど、いや待って、ここで止まっちゃいけないと思って、そのまま行きました。いやマジで、本当に何にも考えずに、だって最後だもんと思ってさ、もうだって買わなくなんだよこれと思ってさ、入れていったらちょっとびっくりな額になってました。もう買いすぎなんだよな。ボイスキーホルダーもさ、これさ、あれ、電池切れたらさ、喋んなくなるんじゃないみたいな。なったら嫌だなと思って、これも予備が必要だみたいな。そう。でもなんか電池交換できるらしい。できんのかな？わかんない。で、多分ね、できると思う。ちょっとわかんない。書いてないから。わかんない。みんなと同じ情報量だからね、僕は。そう、でもね、あのね、ちょっと言えなかった。アクタンが卒業するまでの間には8万円分買いましたわ。さすがに、ちょっと言えなかったわ。いや、こいつちょっと、キモくね、ガチすぎんってなるかなと思って、ちょっと、さすがにね、それはちょっと言わんとこかなと思ったんだけど、まあ、こういうのは卒業後にね、だったんだよ、みたいなノリでチラリと言うのが、まあ、そういうもんでしょう、みたいな気持ち。